彼らの師匠を含めて、私の歴代の契約者は、みんな短命で一生を終えている。そんな、長生、お前って、人の寿命を伸ばせるんじゃなかったのかよ。これは、とても長い話になります。かつて、疫病が流行りし時、世の苦しみを根絶せんと、一人のクス氏が誓いを立てた。だが、たかが人に人心と優れた医術があろうと、天才にはかなわない。医者となって数年、親しい者たちも病に倒れ死に瀕した。新緑の谷の奥には百病を治せる薬君が住むと伝えられている。クス氏は一人山を訪れると、そこで力を使い果たし、息も絶え絶えの白蛇を見つけた。契約を結んで私と共生すれば、人を救う秘宝を伝授しよう。だが忘れるな、それはやがてあんたを蝕む。クス氏は人を超える力で生死を逆転させ、奇跡を起こした。だが別れの時はまた訪れる。ただし世を去ったのは正気を使い果たしたクス氏であった。こと切れる前、クス氏は最後の患者であったマナ弟子に契約を引き継いだ。その弟子は己の命を使い、より多くの命を救わんと決意し、一人また一人と代々が同じ道を歩んだ。契約を継いで以来、歴代の死が選んだ道と、これから自分が歩む道を疑ったことは一度もない。この方法で弟子の夫を救おうとした時まで。これは人をのみて勝つをとどむ邪法、自然の摂理に背く毒術だと。大切な人を救うために、もう一人の大切な人を犠牲にしたくないと哀願された。その時初めて気づいたのだ。死が去った時に感じた痛みと、病床の前にいる家族の痛みに違いはない。契約により散った命も救われるべきだったのではと。この契約は薬なのか毒なのか、その答えを見つける時間がわしには残されてない。この難問は長生と共にお前に託す。お前がこれを解く違法を見つけられることを願おう。何度も何度も、いくら念を押し彼らの体を整えても、この結末は変えられなかった。あんたはどうだ、答えは見つけたか。もし私が契約をしなければ、あなたはどうします？そうだね、残された時間で薬君山に戻り、ゆっくり寝よう。そして旧友とあんたの師匠たちに会いに行くさ。では考えるまでもありません。救われるべき命を私が救えるのなら、手を差し伸べない理由などないでしょう。ふう、また同じ答えを。まあいい、目を閉じなさい。この契約はあとどれだけの人に受け継がれるのか。いいえ、私が最後の契約者になります。